はい、どうもお疲れ様です。12月15日朝6時15分の相場解説になります。今日金曜日なんですけども、あの週の頭にね、今回の50週はこういう風になりますよってことで、あらかじめお話していた内容をちょっと取り上げてきました。 FX オリガルヒのサイトからです。48週目円安停止の予感っていうことで、ここにはねサムネイル出てますけども、円安はもう止まりましたね。でも150円台に行くことはないと思いますんで、まあ介入も当然ないと。現在の価格は141円から142円の間でうろうろしてるってところなんですけども、今週は月火金っていうグループと荒れる水木っていうふうに分類をしました。これがだから先週の話であり、今週の頭にした話です。で、実際そうなったでしょ。だいたいこれがねすごく目安になるわけですよ。つまりどういうことかっていうと、週の頭にどの曜日がどんな役割を持つかってことは、おおよそファンダメンタル的に分かるってことなんですよ、日ごとにね。で、細かいところはテクニカル的に測っていくんで、その日その日の判断がいるってことです。ここは大枠よろしいですかね。で、月火金っていうのはまあテクニカルが働きやすい日だから、ここでは稼いでいきましょう。そして水木はどうでしょうか。水曜日ってのはほとんど動きがなかったから儲かんなかったでしょ。エントリー一回もできなかったというふうに私も放送しました。で、水曜日の夜が明けて木曜日ね、木曜日は大きな下落がドカーンと起きて荒れたでしょ。荒れたからこそ利益を取ることができたと思いますけども、でもそこでセルにエントリーする精神力がなければ単なる見送っただけってことになりますし、 N 字を見破って、あとね上底過程の過程を破ってそこで得る、セルをするっていうようなエントリーポイントが見分けられなかったら、これはこれでテクニカルの技術がなくて儲からなかったってことになると思うんですよ。まあその辺はね、一歩前半歩前に私の方が放送して、こうなったらこうしましょうってことを呼びかけたんで、ついてこれた方がいると思いますけども、究極私がいなくてもこれができるようになってほしいなっていうところが、あの今週ね頭に言いたかったことでございます。さあ、それでは今日の相場解説いきますよ。まずは日足です。日足はこのようになってますけども、とりあえずは下に行く動きっていうのが止まったことを示唆する3本の線があります。ですので今141円の819から142円の250あたりでレンジになるのかなっていうところが読み取れます。4時間の方ではそれがさらに分かりやすくなってます。はい、今ねここで団子状態になってますよね。それまでは一直線に下の方にドカーンと下がっていたんですけども、団子状態と、前回の団子状態はこれですね。下の方にドカーンといって団子状態、そこから上に上がっていたと。今回もそうなるかどうか分かりませんから、それはこれから評価していくことになると思います。で、最後に1時間軸を見ますよ。はい、この分類が正解でしたねってことがまずはねここで声高らかに書かれていて、で今日はこのレンジですから、このレンジをどういうふうにさばくかなんですけども、まあおおむね移動平均線にぶつかってレンジでこの幅のね上の方に価格が集まってきてますから、多分今日は午前中セルから始めればいいんじゃないかなってことですよね。で、水木に比べて難易度は低いんですけども、だからこそ月火金というふうに分類させていただきましたけども、やっぱりそうは言っても金曜日なんでね、あの火曜日よりは難易度上がりますし、月曜日よりは難易度が上がると思いますんで、この3日間の中では、まあ、最も難易度が高いのは今日じゃないかなと思います。まあでもテクニカル的に解けないことはないです。今日のテクニカル的な材料っていうのは、あのファンダメンタル的な材料っていうのは22時過ぎないと出てこないんでね、だから1日テクニカルで勝負できますんで、基本的にはこの40ピップスぐらいの上下ですけども、これでレンジオプションをやっていきましょう。ですからこっからセルをかけて利益を取っていくって形です。うん、もう今セル入ってもいいと思いますよ。はい、それではリスクの取れる方はセルの方で入って今日もスタートしましょう。お疲れ様です。